野良ドローンというパワーワード。皆様明けましておめでとうございます。高鍋アイラです。2022年となりました。YouTube にまあアップしてからもうアップするようになってから3年ぐらいにはなりますし、そのなるべくドローン関係の映像をメインとしてやっているんですけれども、今年22年はですね、まあドローンを扱うものとしては厳しい年になってしまいました。ましてやですね、自分の持っているドローンがまあトイドローンであるそのホーリーストーンの HS700E というまあドローンなもんで、機体番号とかは特にありませんからね。そういう点でも、あとはまあ 600g 近い重量ってことでね、特に厳しいんですよ。まあ GPS 付きだし、そのホーリーストーンのね、その HS700E に関しては、まあ中国メーカーであるその MJX っていうんですか、そこの製品だ、実はね、そこの製品だったかと思うので、割と信頼性はある方なんですよね。ただ、これやっぱトイドローンの域に出てなくて、その、例えば空撮映像を撮ろうとしても、その Wi-Fi とかスマホのね、能力の関係で2秒以上の遅延とか、あとは、まあ、ドローンの映像でちゃんと見れるのが50メーターか70メーターぐらいで、100メーターぐらいも離れちゃうともう画面がフリーズしちゃうとかね、そういうまあ困ったドローンではあるんですけれども、まあなんとか撮ってきました。ただですね、やっぱりそのドローンのその規制っていうんですか、改正法が2022年の6月には完全にその施行されるということで、まあ自分としてはですね、その6月よりちょっと前をもって、あのドローンの映像に関しては引退しようかと思っています。これが今考えていることです。まあどうしてもね、一応ホーリーストーンのその HS700E であっても、一応今年のね2月か3月ぐらいに一応申請やってみようかとは思うんですけれども、まあトイドローンですし、もともとナンバリングその付与されるかどうか怪しい機体ですんで、多分無理だと思います。ただそうですね、そのただ一応ほら、今年の6月までは一応その法律が施行される猶予があるわけじゃないですか。登録、まあそれまでが登録期間でもあるわけですけれどもね。ですからその間だけは、まああとその間の半年だけ、それだけはまあドローン取れるので、まあここで言いたいのはですね、いわゆる野良ドローンっていう風な扱いで、そのドローン映像はちょぼちょぼっとまあアップしていこうかとは思っています。まあそうじゃないと、自分もほらその一応千葉のね一部地域を紹介するって意味でブログとしてやっているので、やっぱドローンでの映像ないとちょっと寂しいものがあるんですよ。で、まあそうですね、今の考えとしてはですね、その6月以降になったら、今度はまあアクションカメラとか駆使して、それのまあとライブ映像とか、あとはそのこんなのあるんですけど、ちょっとねまあアレな動画とか、あとは普通に河原事故の動画とか、そういうのを中心にして、ブログとして、ちょこちょこってやっていこうかなと思っています。今言えるのはそれぐらいです。それではね、皆様、今年も良い年でありますように、私の方からも願っております。それでは。